おはようございます。今車検ですね。今日は車検に向かってますね。時間がですね、まだ朝の8時10分なんですよね。8時10分。っていうのもですね、今日9時から車検なんですよ。それで距離的にはですね、5キロぐらいなんですよね。だから、まあ近いんですけど、朝ですからね、平日の朝ですから、混むこと想定して、まあ8時前に出ましたね。で、もうあと数キロで着いちゃうんですけど、早すぎでどうしようかなと思ってる感じですね。で、バッテリーの方も、今日は実はネットで買ったんですよ。斜め右方向です。斜め右らしいですね。ネットで買ったので、で、それもつけてもらおうと思います。車検と、あとバッテリーの交換ですね。やっぱりプリウスのバッテリー5年ぐらいで交換っていうことですね。その2つバッテリーあるんですけれども、補給バッテリーの方を交換するっていう形です。このバッテリーを取り付けてもらおうと思います。これ自分でも実はできるんですよね。ただですね、まあ、面倒は面倒なんですよ。ですから1800円払って付けてもらえるんだったらもうそうしようかなっていう感じで付けてもらうことにしました。車検のついでに。まあ以上でーす。じゃあすいません。失礼します。いや、思ったよりも早く着いてですね、今8時34分なんですけれども、9時からですけど、表が開いてなかったですね。それで今、無理くり開けてもらって、ここで9時まで待機っていう形ですね。スタッフの方がまだ来てないみたいですね。じゃあちょっとここでのんびりしたいと思います。まだ来てないですね。無職独身50代ともです。本日もよろしくお願いいたします。車検行ってきましたね。車検終わったらなんかほっとしますね。まあ今回プリウスの車検で、次はまあキャンピングカーの車検あるんですけれども、いずれにしても一つ車検が終わって、まあ支払いが終わったらほっとしますよね。カードで払ったので請求は来月なんですけれども、なんか安心しました。で、特に大きな問題はなかったですからね。で、今回はですね、今までコスモ石油で車検してたんですけれども、GT ネット車検っていうところに切り替えたんですよね。そしたらですね、やっぱりかなり安かったですね。で、ちょっと今改めてですね、見積もりの方を見てるんですよ。で、ほとんど同じ内容ですけれども、コスモ石油に関しては、まあこれバッテリー交換で、バッテリー代が3万3000円と高いっていうのもあるんですけれども、コスモ石油でやった場合は8万5910円だったんですよ。それがですね、この GT ネット車検、これまあバッテリーを私1万ちょっとで Amazon で購入したんですよ。それで取り付け代1800円と GT ネット車検安かったので、それでお願いしたんですけれども、だから一概にその比較はできないんですけれども、この GT ネット車検では5万5960円ということですから、結局ですね、その、まあ、コスモさんでやるよりもは、GT ネット車検で、そのバッテリーを持ち込みでやった方が3万ぐらい安かったですね。だから今回は本当に助かりました。ユーザー車検も安いんですけれども、そこまで大きな差がないような気するんですよね。法定費用かかりますもんね。で、まあ、コスモに関しては、この2年前、プリウスの車検はいろいろやられて、9万ちょっとですかね。9万5000円ぐらいだったのかな。はっきり覚えてないんですけど、今は。それぐらいだったので、それを考えたらですね、めちゃめちゃ安いので、この GT ネット車検、今後もずっとここでやろうと思います、車検は。これ全国ありますから、皆さん、インターネットで調べてみてください。おすすめですよ。で、車検を受けたら、今日知らなかったんですけれども、なんかパスポートみたいなものがもらえて、まあ、半年とか1年とか、で、次の車検前の点検とか無料みたいですね。それで、あと、オイル、エンジンオイルもすごく安く、入れ替えてもらえるみたいです。入れ替えてもらえるらしいですから、これもすごい良かったですね。やっぱり、いろいろ特典がついてるんですね。今後はこの GT ネット車検でやっていこうかと思います。それでまあ今日帰ってきたわけなんですけれども、
それで、まあ、いちいちボケーとしてたわけでもないんですよね。まあ、ニコと一緒に遊びつつも、あの個人事業主の用紙はプリントアウトして確認しました。でこちらはですね提出しようと思います。もうすごく簡単でですね、こういう紙、あの国税庁からプリントアウトして、もう本当に簡単に記入するだけですね。書き方自体はですね、その国税庁のこの個人事業主の開業届の下にありますから、もう誰が見ても分かるようなものです。すごく簡単で、それでですね、私はですね、この個人事業主の届け出と同時に、このあうる申告ですね、あうる申告の申請もしようと思います。まあ、こちらもプリントアウトしたんですけれども、所得税のあうる申告の承認申請書ということで、このあうる申告の紙を提出することで税制上の優遇が受けられますよね。例えばあの赤字を繰り越せるだとか、まあ、それなりの経費65万ですかね、10万とか、まあ、いろいろありますけれども、そういった経費が認められるだとかちょこちょこありますよね。だからこの2枚ペラ2枚ですね、この開業届と青色申告、この2枚だけは来週早々に提出して、まあ個人事業主として、まあ、今後やっていこうかなっていう感じでおります。まあ、この青色申告に関しては、その家族に対して給料を払う場合は別に申請がいるんですよね、青色申告の別の。ただ私がやろうとしている事業は本当に給料のレベルじゃないんですよね。多分私が今考えてる形でしたら、仮にですよ、仮に利益が出ても数万ですね、月に数万円ですから、人を雇える状況じゃないですから、最初の数ヶ月はそれで赤字の出ないような形でやっていこうと思ってます。それである程度うまくいくなって確信が持てた場合は、そのまあ自動販売機自体を増やせばそれも利益出ますからね。だから一人で20台ぐらいは対応できるはずですから、そこで大きく利益を取れたらなと思ってます。それでその店舗展開に関しても積極的にやれよと、積極的にやれよって言われる方いらっしゃるんですけれども、早くやれとか、まあ変な意味じゃないですよ、そういう言い方されてないんですけれども、早くやった方がいいよとか言われる方いるんですけれども、私はですね、基本的にはその50でサラリーマン辞めてで起業しようって、そういうふうな考えでずっと来てるんですけれども、それもリスクを軽減して赤字が出ない形の起業っていうのが、この私の頭のこの中心部分を占めてるんですよね。だからその今の状況のような、そのコロナ禍で無謀な投資みたいなことできませんし、でそもそも大きい投資できないんですよね。ちっちゃい投資で数万円稼ぐような形からどん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 大きくしていこうと思ってますので、で失敗した場合はすぐ畳みます。やっぱり生きていくお金っていうのは必要ですし、お金すごく持ってるわけじゃないですからね。だから失敗したら畳まないのダメですから、初期投資をすごく抑えて、それで薄利多売っていう形でやっていこうと思っております。である程度波に乗ったら、まあ、これ繰り返しになりますけれども、2年後ぐらい、まあ、店舗展開っていうのも考えてます。それは自販機とかそういうのではなくて、その複合施設の中で店舗としてやっていく、そういった形をちょっと考えてるっていうことですよね。まあ、いずれにしてもお金をかけない企業っていうのを考えてますので、まあ、その分利益は取れずに、まあ、赤字の可能性が高いと思います。ただやり方によっては赤字をどん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 その減らしていって、黒字転換っていうのを1年以内できると私は信じてますから、そういう形でやっていこうと思っております。まあ、今月は大きな動きないんですけど、来月ぐらいからはやっぱり自動販売機、まあ、デザインはできてるんですけれども、その内容だとか、その自動販売機の会社にどれぐらい台数仕入れることができるかとか、でいろいろ聞かないとダメですよね。でレンタルでいくらっていうのは聞いてるんですよ。で値段もいくらって聞いてるんですけれども、台数を増やすことでレンタル料が落ちるのかとか、いろんなことを聞いていこうと思っています。で他の実際どれぐらいで、その利益率がどれぐらいかっていうのもちゃんと聞かないとダメですからね。それはまあ来月以降に着実にその現地に行って聞いていこうかなと思ってますね。まあそんな感じですね、今日はね。本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。無職独身50代
ともした。失礼します。